皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではドラゴンクエストヒーローズ闇レイド世界史の城実況プレイパート26やっていきたいと思います。さてさて、今回は次元島へ行って闇竜シャマダの復活を阻止しに行きたいと思います。そろそろラスト近そうだな。試練の子なんだこれ。特に何か新しいやつが出ているわけではないか。よし、やっていこう。魔物たちのお出迎え、聖なる雫で世界中の力を取り戻した。しかしヘルムードは闇竜の封印がすでに解けていると言い放ち姿を消した。ヘルムードの最後の儀式を止めるべく次元島へ向かおう。行こう。さてさて、いよいよヘルムードとの戦いでしょうか。闇竜シャムダ、なんだか結局戦わされそうな気もするけど、なんだこう、ここが次元島、エルサーゼから見える場所なのになんだか別の世界に来ちゃったみたい。めちゃめちゃラストダンジョン感たっぷり。うむ、なんともまがまがしい景色よ。それに加えて闇のエネルギーが島全体に充満しておるようじゃ。まさに悪の要塞と呼ぶにふさわしい場所ね。おい、予想通りすごい数の魔物が俺たちを出迎えに来てくれたようだぜ。数は予想通りだが、この地形は予想外だ。魔物たちはこの上から降りてくるようだが、俺たちは攻め上るしか、俺たちが攻め上るのは難しいだろう。俺たちが進むとしたら基本的にはこっちの西の坂からだろうな。攻めるのもいいけど、私たちの後ろにはバトシエがある。もし壊されたらこの島から出られなくなっちゃうよ。よーし、任せて。バトシエに続くこの場所は僕が守るよ。え、ホミロン、無茶をするの危ないわ。僕だってみんなの役に立ってみせる。支援の勇気を出せるように頑張るんだ。わかった、兵士たちにも協力してもらうが、守りは任せたぞ、ホミロン。ホミロン守り抜け。結局守んのか。早速なんかすごい来てるんだけど。くわ、初手魔王の使いって。おいおいおい、攻撃力高い。やっぱレベル足りてないのかな。わっち、わう、でもこいつのモンスターコインが手に入れば楽になる。まあ、前回からの続けた撮影なんですけれど、前回の攻略などにクエストが増えまして、まあ、すでにアイテムが集まってたので、もうそこで報告してモンスターコインのコインの、ね、持てる数が増えました。いい感じ。やばい、これ強い。よっしゃ、とりあえず一体。うわ、魔物使い来てる。じゃあこっちも魔物使い、ビビビビだと思います。うん、すごい戦いだ。うわ強い。これはちょっと本気でレベル上げないとまずいな。よいしょ。パート23からずっと続けて撮影してるんですけど、さすがにきついね。レベルが足りねえ。あと装備も。そしてこの2体に守り任せて、とりあえず扉閉じるか、バニー倒しに行こう。
任せたよ。なんかまだでっかいやつの反応があんな。うわ、魔王の使いまだいるな。このなんかこうアークデーモン型のさ、魔界の場にもやたら硬いんだよな。すいません、よっしゃ、いいぞ。まあでも結構あのガッツリ前半の方ガッツリレベル上げすぎて逆にぬるかった場所もあったからね、このくらいの緊張感があった方が面白いか。海のまだ大丈夫だね。わー、なんかいる、スライムベホマズンだ。あ、やっぱ壊れるんだ。何の話をしてるの？おった！あ、そうなの？やっぱり？究極の回復魔法は使えるもんね！そう。あ、やべ、崩れた。合流し合流し、もうちょい、ええ、何した、もったな。まさかの魔王の使いが溶岩に落っこして戦闘終了。決まらねえなー、そういうのちょっと。よし、残りはあと一つだ。いや、猛攻も何もさ、敵が勝手に落っこっちゃってるんだけど、なんなの、やる気あるのねえ、お前も押しとけ。イナブレイク、なんかまた落ちてる。ほらほらほら、ほら、なんだよ、俺がそっちにやるんじゃねえ。よいしょ、やばい、避けられないぞこれ。大変だこれ。でもさすがに魔王の使いをいっぱい置いてただけあって強いね、防御完璧。さすがに消耗はしているようですが、じゃあパーティー増量ね。いけー、よいしょ、はいよ。魔物軍だ、主にゾンビ軍だ。よっしゃ、
なんとか全てやっつけたようですね。しかしこれほどの数の魔物を待ち伏せさせていたということは、おそらくヘルムードはこの島で俺たちを片付けてしまうつもりなんだろうな。あいつの思い通りになってたまるもんですか。すぐ見つけ出してやっつけてやるんだから。でも焦ってはダメよ。こういう時こそ慎重に進まないとね。島の入り口にさえすごい数の魔物がいたんだもの。きっとこの先にはもっと強い魔物がたくさん待ち受けているはずよ。でしょうね。さてさて、もう一本行こうか。さすがに短すぎる。よし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 。ではちょっとまま突き進みます。次元島、待ち構えていた強敵たち。次元島で待ち受けていたのはかつてないほどの魔物の大群だった。最後の儀式を進めているはずのヘルムードを探しに次元島の奥へと進もう。行きます。さてさて、ここから先は洞窟になっているみたい。あーやだやだ、ジメジメしてて暗いところって私嫌なのよね。私もなんだか嫌な感じがしますわ。とても恐ろしいものがこの先に待ち構えている気がするんですの。ちょっとフローラってば、そんなこと言って脅さないでよ。足の感もやばいと告げているでガス。けど別の道はなさそうでガス。覚悟を決めて進むしかないでガスよ。大丈夫、どんなやつが出てきたって全部ぶっ飛ばしてるわ。さあガンガン進むわよ。そうですか。私で何が待ち構えているって、キングレオ。マジかよ。嫌な予感が的中したでガス。そうですね。こいつは強敵でですね。そうですね。相手がどんなやつだろうと関係ない。ちょっとさっさと倒して。タンバリンとかないないか。バイキルト欲しいな。ガキ自分で。あざっす。どういった。あ、なんかあれじゃない、連戦っぽくないこれ。また猫さんにお会いしましたよね。こんな場所で暑くないのでしょうか。だからこいつは猫じゃないと思うのよね。猫科ではあるだろうね。いやー、いやでも前戦った時より戦えるな。おお、今メアとアクが完全に動きがリンクしてた。さすが。わっ。おう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 。こっち。ダイ。もうちょいなんだけどな。この。よし、オッケー。すっきりしたわ。やりましたね。さあ皆さん先に進みましょう。オッケー。次は誰が出てくる。びっくりマーク出てるし。え、イーメスタチ。うわ、また強そうなのが出てきちゃったわ。うわ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 。それだけ敵も本気ということかしら。ただ嫌がらせじゃないですか。まあでもストーンマンならとりあえずまだ余裕がある。よいしょ。まあでもこいつら倒してモンスターコインゲットできれば次の場所が楽だけど、出てこないか。どっちがストーンマンだ。の前にちょっとこいつ
いいや。よいしょ。OK。作戦通りだ。お前も早く消えてくれ。あまり大きく動く技ダメだな。おっかない。よっしゃ。このくらいちょろいもんよね。はい、わかりましたわ。いいわよ。お。いいわよ。あとはパッチで走る。見て。今ホミロンが、でほげえキラーマシンがちょっと。狭い場所で待ち伏せしておったか。ここでの戦いはちと骨が折れた。あ、間違った。間違えました。ただ気がでいいよって仕込むつもりだけだったんだけど。でもキラーマジカってもともと金ピカじゃなかったっけか。うわー、敵無理、そこきいねー。もったいな。そうね、逃げ場がないから勇気を出して正面から立ち向かうしかないもの。よっしゃ。飲まない、飲まない。くそ。あ、タイプ C。 うわー、あのキラーマシーンとすごい強化版だよねこれ。おー、ここやろう。ドラクエ10でね、転生モンスターっていうシステムがあるんですね。それで出てきましたよこいつ。おお、困れお前、当たんねえし。マヘト切り、えい。あ、なんだ、弱いじゃん。オッケー、聞かねえ。あ、聞かねえっしょ。待ってるだめ、誰か。ここだ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。よし、勝った。サクサクじゃん。よし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 。勝つためには頭を使わないとな。ふう、な、ちょっと大変だったけど、なんとか切り抜けられたわね。それにしてもヘルムードはどこにいるのかしら。俺の読みではおそらく火山の頂上だ。火口から吹き上がる不気味な煙がやつ最後の儀式に関係しているならば、やつもその近くにいるはずだからな。火山のてっぺんか。確かに悪役がジンドルには持ってこいの場所かもね。よし、それじゃあ山頂を目指してもう一頑張り登りましょう。どうやらヘルムードとの戦いが近いようですね。おっかねえな。よし、じゃあ、はい、今回はここまでにしておきたいと思います。ようこそ。キングレオとかイーメスも今はまあそんなに苦戦する相手じゃなかったね。よしよし。さてさて、次はまたどんなモンスターが出てくるのか。ちょっとラストダンジョンっぽいからね、逆になんかあの敵の強さも心配なんだけど、新しく出てくるモンスターもすごい楽しみなんだよね。はい、というわけでドラゴンクエストヒーローズ闇入れと世界中の城実況プレイパート26はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。